何か用ですか？お互いの関係についてどう思う？夕食の後は大抵暇です。仕事があるなら私に任せてください。何か用ですか？何か言いたいことはある？何をよそにしているんです？私より優れた人形なんてどこにもいないのに。悪いけど、今はあんまりいい話し相手になれそうにない。装備をいくつか取引したい。マーシーを悪く思わないでやってほしい。彼女なりに失ったものに向き合ってる。さて、ビジネスの話をしよう。一体どんな種類の薬を売ってんの？入手できるものは何でも。人気なのはジェット。必要な時にほとばしりを与える。例えば誰かに危害を加えたい時なんかにな。スティムパックはもちろん貴重な商品だ。誰でも怪我はするし、時には治療も必要だ。それと理由は明確だけど、ラッドアウェイはいつでも持ち歩くようにしてる。何でもいいから選んで試してみろ。製品を知る一番いい方法だ。わかったわ。見てみましょう。覚えとけよ。適度にな。I don't know nothing about it. ここには緑のものがない。ねえ、店は開いてるわよ。何を探し？あとは自分でやれそう。ええ、薬から離れるのはしばらくかかるだろうけど、なんとかするわ。いつもそうだから。さあ、ビジネスに戻りましょう。何か遠征に必要なものは？今すぐには買わないわ。てるんだけど、あっちへ行って。忙しいの。いい武器持ってるじゃないか。フルスタにしまっとけよ。何にしますか？何を言ってるの？何にしますか？ジョークは聞きたいわ。何にしますか？いえ、しますか？いえ、今はちょっと。銃の話をしてもいい？それとも俺ともっと親密な話がしたいのか？武器に詳しいの？いいか、銃も剣も何でも売ることができる。それがあんたを生かしてくれる。スコープを導入して、とにかく。もちろん、見てみるわ。銃弾の用意を忘れるなよ。
そこにいた。君には本物の正真正銘のカスタムメイドのクルミのスワッターが必要だ。スワッターって何？ルーキーだな。スワッターはな、ダイヤモンドシティの伝統だ。昔はこの全体がスタジアムだったのさ。2チームが顔を合わせてベースボールっていうゲームをしたのさ。片方のチームがベースボールバットと呼ばれるもので、もう片方のチームを死ぬまで殴るのさ。バットの中で最も優れたバットがスワッターさ。真実だぜ。ゾア、どんなチームがある？ダイヤモンドシティデモリッシャーズがある。残虐な巨漢チームだ。スイングのための空気圧アームがついたパワーアーマーでプレイするのさ。それからレキシントンレディース、全員女性のチームで、ブラッディ・メアリー・スーがコーチをしてる。リーグ中の最多キル数を誇っている。コンコード・クラッシャーズかクインシー・キルメイスターズの話を一日中したよ。わかるだろう、スポーツの沼だな。面白そう。そうだったにかけられるよ。さて、本物のスワッターの形を考えるのに時間を使うのはどうだ？今すぐには買わないわ。スポーツへのリスペクトがないね。スワッターという武器はいい代物だ。モークローニンに話してみろ。準備してくれる。ねえ、ビジネスをしましょう。ところで、何の商売をしてるの？何でも売り買いしてるわよ。年中無休、24時間営業。夜間はロボットが接客するのよ。私が唯一信用するもの。彼が機械だって分かってるからね。今のところいらないわ。覚えといて、人造人間には売らないわ。ほら、薬だぜ、シスター。何か薬のことを言ったの？そうだな、薬を出す場合、全員に生活習慣を記入してもらってる。バランスを取らないとな。みんながここで購入している。たまにはセキュリティには少しの最後が、エンジニアにはメンタスが必要だ。それによ、ラディックスは広く普及してるんだ。今日はダメね。活かしてるな。新しい患者ドクター。放射能による汚染はよくある病気だけど、何でも治せるよ。顔面再建？それはどういうこと？何も面白いものはないよ。さあ、君の健康の話をしよう。この辺りではどんな治療がよく行われているの？何も面白いものはないよ。さあ、君の健康の話をしよう。何がおかしいか見てよ、ドクター。一緒に症状を見てみよう。化学物質をやめて、最近は飲んでばかりよ。それはよかった。他には？知っている限り傷はない。それはよかった。他には？みんな言ってしまった。気分は最高よ。よろしい。でも気をつけるんだよ。他には？入り傷や打ち身なんかはない。よかった。そのまま行くといいね。他には？今日は重傷も骨折もない。よかった。他には？放射能による症状の感じはしないわ。よろしい。でも気をつけるんだよ。他には？放射能レベルは大丈夫だと思う。よろしい。でも気をつけるんだよ。他には？いえ。終わった。これからも体を大事にするんだぞ。いいかい？おまわりさん。なんだ、ジロジロ見ないといられないのか。結構やられたな。メガ整形外科センターのドクター・クロッカーに会ってこい。チャキンチャキン。いい感じ。どんなオプションが？何でも。シェーブ、ロングカット、ショートカット、編み込み、レイヤーも。ああ。実際に見せた方が簡単だね。そこの空いてる椅子に座って。今のところいらないわ。強引に誘っちゃった。パブリックを一部ゲットして、インスティチュートの
に埃が詰まりすぎ。トリムさせて後悔はさせないよ。ヘイスカベンジャー、バラモンの肉がたくさんフックにかかってるよ。待って、これは何の肉なの？バラモンのことを知らないのか？大きくて間抜けな四つ足二つ頭のやつを、この辺りで唯一の家畜なのさ。全部の商品はコッドマンファミリーの牧場から来た新鮮な肉さ。ただ時々妙なものをキャラバンから受け取るんだ。二つ頭の牛の肉より奇妙なの？ああ、お姫様よ、本当に奇妙なんだ。マイアラーク、ブロートフライ、ラッドスタックは全部プロテインだろ。連邦ではエリ好みできる。遠慮するわ。ねえ、おまわりさん。本当にそうじゃないなら、マザーを人造人間呼ばわりするな。楽しいことをしたい？基地の周りを走ってこい。父さん。なあ、あんたの話はどんなだ？傭兵か？キャラバンガードか？あなたが先、名前は何？ホーソンだ。あんたは絶対に町の外から来ただろう。チャールズ川の両岸からの移住者を知ってるが、あんたを見たことがない。とにかく仕事の合間はリラックスして人の話を聞くことにしてるんだ。人々を見てきた。ボルトや戦前の廃墟、大量のモンスターも見てきた。ボルトに行ったことは？ああ、ボルト81のことは聞いたことがあるか？彼らは冷淡でよそよそしいんだが、時々新しい人々を受け入れる。それで廃墟を探索したの？最後に行こうとしたのはサレムだった。遥か北にある本当に古い町だ。たどり着くことができなかったかな。あの辺はかなりヤバい感じがする。最高のモンスターの話を聞きたい。ダイヤモンドシティから来た。本当に怖い話を聞きたいか？インスティチュートと人造人間の話だ。大学の先には行くなよ。俺を信じろ。彼らが何をできるか知りたくないだろう。また会いましょう、放送。またな。シャケ、最高の蜜ざらしをここで作ってるぜ。うん、ここがあなたのバーなの？その通り。兄弟のイエフィムと俺は連邦中で最高の密造酒を作ったのさ。ボブロフの最高の酒って言うんだ。これを飲んだ客が安全に気絶できるよう部屋を貸さなきゃならなかったがな。ざっと見る時間はあるわ。うぬぼれるつもりはないが、全部美味しいぜ。部屋がいるのか。ここについて話して。あまり話すことはないな。料理、酒、そして宿を提供している。このエリアに来る商売人が主な客さ。兄弟のバディムがバーを運営して、スカーレットがウェイトレスだ。彼女はルームメイクも手伝ってくれる。できる範囲でやってくれる。もう一度考えさせてほしい。わかった。を見て悲鳴を上げるって言った。そうだよ、新しく来る人にはグールを見たことがない人もいるからね。ほら、優しそうな顔ができないし。で、何か必要なの？
あのさ、グールになるってどんな感じ？そうだね。いつもいつもそういうことを聞かれるのはかなり嫌だけど、責めるわけにもいかないからね。いいことだと、220歳にしては外見がかなりいいことかな。さて、何か買ってゆく。待って、220歳なの？わかったわかった。270歳の可能性は高いけど、みんなに喋ったりしないでね。グールでいるっていうことは長生きするっていうことなの。誕生日を数えるのなんてやめちゃうよ。こんな年まで生きるってどんな感じかわかる？どんな感じ？そうだね、タイムスリップするような感じかな。自分とこの辺りを走り回っていた20代との間に何百年も隔たりがあるの。これでどんな感じが分かったんじゃない？想像もできない。そうだね、考えるほど悪いものじゃないよ。若い頃つきも大抵は放っておいてくれるし、これくらい長生きしてる人はとりあえずちょっと危ない人だってことだね。さて、何か見ていく？どんなものを売ってるの？ああ、何でもあるよ。豆の缶詰から薬物まで。キャラバンが取引してくれるガラクタはどんなに変なものでも買ってみることにしてるから。だから多分ここで何かいいものを見つけられると思うよ。見てみる準備はできた。遠慮するわ。急いで入ってきて急いで出ていくんだね。言おうか、それが自由ってやつだ。ああ、心配しないで。武器を試す相手は気に入らない客だけだから。自由に見てってよ。アサルトロンなの？作ったやつからはそう呼ばれてる。でもこっちにとって重要なのは女だってことだ。あと、とてもでかい銃を売ってる店を経営してるってことだね。それで何にする？で、どんな種類の武器があるの？人を殺せるものなら何でも売ってるよ。自殺の危険があるうつ病は除く。残念だけど、これは包んで売れないからね。さて、取引するの？もう一度考えさせてほしい。投獄が怖いの？ねえ。それが銃だ。施しはなしなの？何かから逃げているの？ようこそ故郷へ。あら、チャーリー。金を払う客以外お断りだ。歌っているのは誰？あれはマグノリアだ。サードレールの花だ。これ以外のことを知りたいならマグノリアに聞けばいい。それで注文はするのか？サードレール、ここはあなたの土地なの？なんだって？違うよ。だここはハンコックの土地だ。オイモリチャーリーはただ床を清潔に。それで？もう一度考えさせてほしい。いいからさっさと決めなよ。
がついたようです。言うまでもなく勝者はケイト。そしてこれは誰でしょう。こんにちは。これはどういうことだ。新人が来たみたいですよ。どう思います。檻に入れてあげましょうか。我がアバラヤへようこそ。イエイ。これってアリーナか何か。どうやら頭が冴えてるやつみてえだな。いい場所ね。いいやつだな。この辺ではなかなか珍しい。さあ親近感が湧いてしまう前に早く檻に入って実力を見せてくれないか。戦う相手は誰なの。ケイトだ。試合に関しては一流だ。ちゃんと頼めば殺されはしないだろう。そうだろう、ケイト。それはどうかしらね。気にするな。言ったようにやるはずだ。それでどうだ。やってくれれば観客も大喜びだぞ。そうだろう。やるメリットは。この場所にぴったりなやつだな。試合ごとにお立ちをやろう。激しく戦えば戦うほど報酬も豪華にしてやる。でもさっき言ったように契約する前にそこのリトルバードと戦ってみてくれ。分かった、そうするわ。根性があった。ステージの下に仕掛け扉がある。右にある階段を降りてエレベーターで上がれ。銃は禁止。パワーアーマーもダメだ。ファイターの準備ができました。皆さん手加減してやれよ。最後も派手にしなくていい。分かったか。はいはい、目立とうとしなくていいからさっさと連れてきて。揉めてるみたいだな。あのルールを守らないバトルをやっぱり頑張らせる。新人がステージのドアを見つけられるまでもうちょっと待ってあげますよ。As you were. 素晴らしい試合は間もなくです。皆さん、物騒な皆さん、お楽しみください。ご紹介します。ケイト。そして新人です。いいか、よく聞け。こうしよう。血は見せてほしい。だけど死なないようにだ。この新人の腕前を見てみたいだけだ。分かったか。カウント3で始める。ではいつものように始めます。ワン、ツー、スリー、ファイト。あのミニガンでバラバラにされたくないわ。みんな自分のことばっかり。ない。はい、試合は終了です。退場するように。わかった。行きましょう、ヒーローさん。お先にどうぞ。もう十分だ。試合は終わり。退場して。ご苦労さん。こっちに来い。 OK、 Let's rest a second。 その呼び方はやめてって。新人どうだった。いい試合だったわ。なかなか強いファイターね。生意気。この前に何試合もしてて疲れてるのは分かってるでしょ。全部自分の責任だ。ハイになって注意力が散漫になってる。
薬はほどほどにしな、ダーリン。ダーリンじゃないんだけど。気にしないでくれ。負けるのが嫌いなんだ。でもさっきのはなかなか良かったぞ。これからレギュラーで出ないか。どうしようかな。やったら何が手に入るの？熱狂的なファン以外にか。ほら、これをやる。やればもっと手に入るぞ。試合に出続ければ、そして死ななければな。ちょっと少なすぎないかな。パトロンにお楽しみを提供するために命を懸けたのに。仕方ないだろう。楽しませたところで大した金は入らない。あいつらは酒の趣味も大したことないし、やればやるほどもっと金が手に入る。泊まる場所がないなら他のファイターのバックステージで寝泊まりしてもらっていい。でも住み着いてはくれないんだろうな。なんだかそんな気がする。家賃は取るの？試合に出続けてくれるなら家賃はいらない。下で寝泊まりしていい。無料だ。聞いた、トミー。みんながみんなこのあばら屋を最高と思うわけじゃないのよ。前ほど魅力的じゃなくなったかな。どうでもいい。ちょっと頼みがあるんだが。このケイトだが、気分転換が必要だ。出発するときに外でどんな冒険をするのかは知らないが、一緒に連れて行ってくれればありがたい。ちょっと待って。どうだ、老いぼれを助けると思ってこのペットの世話をしてくれるかな。何なの、トミー。誰のペットでもないんだけど。ケイトは嫌そうだけど。私がどうしたいかは関係ないみたいだけどね。あのさ、分かった、もういい。どうせ1週間もしたらこの魅力的なお尻が恋しくなるんだから。いつ出発する、名人さん？出発するときに迎えに来るわ。ああそう、トイレでメイクを直して待ってるわ。いいかい、頼みを聞いてもらう立場だが、はっきりさせておきたいことがある。もしケイトに何かあったら、金玉から面玉まで全部抜き取ってやる。分かったか？意図は伝わったわ。よし、さあバーに行って何か特別な酒をスタンリーに注いでもらってこい。それで二人は一体どういう関係なの？あの子には愛着があるだけだ、ということにしておいてくれ。さあ他に聞きたいことがなかったら早く飲みに行ったらどうだ。治療が必要なら見てあげるよ。医者が武器を売るの、何か矛盾してない？次の試合まであと10分です。さあ賭けを行ってください。君の体の話をしよう。いえ、興味ないわ。わかった、すまん。ね、森の中でうまく戦えると思うか？森、ステージの上にあるでかい金属のやつ。あそこで客を喜ばせるために二人のバカがお互いを切り合う。やってみるか。今日はやらないわ。まあ気が変わったら教えてください。